まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。寒い。いつもやな。今日ちょっと来てんのにな。比較的厚着なのに。厚着なのにな、いつもより。いいっすわ。じゃあちょっとサクッといこう。はい。うん。今回のテーマ。はい。じゃん。もし、100万円もらったら。まあ、貯金っすね。全額？全額。全額貯金？全額貯金っす。まあ、マスっぽいけどね。はい。やっぱ将来何があるか分かんないんで。備え。はい。のために。そうです。まあ、それじゃあつまんないんで。もうもらえんねんから。まあ、誰からにもよりますよね、それ。それ、もうなんや。いや、もうどっからでもない。天から。天から。降ってきた。天から。降ってきた。じゃあ。もう使おう。とりあえず使ってみよう。まあ、要望としてなんですけど。おう。ファジアの。うん。長袖のユニフォームないんすよ。ないね。俺がこれで作ろうかなと。みんなの分、100万円あったらいけるんじゃないかと。まあ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 。ないんで。そうだけど、でも、そういうクラブ増えてきてるわね。あ、そうなんすか？うん。じゃあ違うのでしょ。まあ、もしもらったとしたら、おう、まあ、まずは増やそうかなと。増やすことを考える。はい。すごい、どうやったら健全に増えるんだろうと思ったら、うん、ボートレース行くしかないってここのよーこの仕組み分かってるな。はい、この辺に出てるから今、ね、あ、本当ですか。うん、夢があると、あそこには夢。はい、ぜひ100万もらったら行った方がいいです。もうこの仕組みを分かってる答えするやん。うん、あ、すごい面白くないやつ言ってたんで、なんかもうハディと旅行行くみたいな。そうだね。そんなあかんやん。うんうんうん、何が悪かったです。うわ、もう最後人のせいにしてるやん。いや、本当に自分の知らない世界があるんで。そうやね。そこに挑戦したいですね。100万あるんだったら、あ、普段やらないようなことを。そうやね、やりたいです、ね、もらえるからこそ。そうです、やれること。はい、あ、なんであると思うんでね。そこ夢があるんで。あれでも昔あれらしいですね、信也さんから聞いたんですけど、うん、ファジアの選手がサッカーやめた後ボートレーサーになったみたいな。俺もチャンスあれば。でも年齢制限あるんですよ。30までって言ってたんですよ。あ、結構今俺27なんでギリギリなんですよね。サッカーもやりたいし、ボートもやりたいし、すごいいろんな職業あるんで。でもあれも体型とか。そうなんですよ。結構でも175以下、47キロ以上、52キロ以上、50何キロ以下みたいな、うん、だから今70身長2で、うん、体重73、4なんですよ、うんうん、めっちゃ痩せないといけないですっていうか、めっちゃ調べてるやん。そうなんですよ。めっちゃ詳しいやん。で、しかも入るのにも学校があって、学校を卒業していかないといけないんですよ、はいはいはい、でその学校入るの倍率すごい高いらしくて、勉強苦手なんで。でやっぱなんかそのスポーツ推薦みたいなのもあるらしくて、で何がその推薦に当てはまるんかなと思ったら、うん、スキーとか体操とかのオリンピックレベル。あ、そんなレベルの人。いや、もう無理やんって思って、その推薦。推薦無理やん。勉強せなあかんやんと思って。諦めました。諦めたんや、たもう。っていうか、ちょっとリアルに考えすぎやん。ほんとですか。こうなっちゃうんで。めっちゃ調べてるやん。こうなっちゃうんで、もうやりたかったら。あ、もうとことん調べて。そうです。で、もうダメやってとこまで聞きたいんや、はい。諦めました、夢を。なるほど。じゃあちょっと100万もろてもな。もらっても。それにはなれんから。こっちはもう応援する側で行こうっていうふうに。レーサーになった人たちを自分が応援したいと。預けて引き出す側になると。そうです、そうです。はい、支援をしたいです。支援、はい、うん、でいるんですよ。で岡山支部に薮内選手って人がいて、うんうんうん、で女性レーサーなんですよ、うんうん、来てたよね。あ、本当ですか。あれよ、スタジアムの広場でトークショーとか、はい、なんかすごいやってくれてたよ。昔の映像でその選手が、うん、そのボートレーサーになる前の学校の段階の特集があって、うん、おい、やぶちみたいな感じで怒られてるんですよ。で、俺多分その選手だったらもう慣れてないんだろうなと思ってて、全然気にしてなかったんですけど、うん、なってて、レイさん。うわ、これすごいと思って。なるほど。応援したくなっちゃいました。へぇ。なんかその人のレースがあったら、ぜひ応援したいですけどね。おぉ、そうなんや。またでもね、トークショーとか来てもらえばね。あれば、ぜひ。夢を諦めた男として。ぜひと対談してもらえば。対談したいです。夢を掴んだ人と夢を諦めた人と、そう、いいんじゃないですか。ぜひ、はい、まあ終盤全然関係なかった、ね、関係ないですね。うまくまとめてください。まとめてくれると思ったら、はい、ありがとう。あ、いいですか、こんなもん。大丈夫よ。いいですか。さすがです。え、今日のキーワードはあるよ、あるよ、ほんまにあるよ。あるですか。今日のキーワードは火です。
チャンネル登録よろしくお願いします。